はね、大変ですね。雷なんか、雷は鳴ってないかな今のところ。今のところ、うん、雷はまだまだ私の起きてる間は鳴ってないか。いや鳴ってないと思うけど今日は。ミキは雷鳴ったの。あら、とよいしょー、メガネー持ってきた。最近口笛を吹けるようになりたくて練習してるんですよ。昔も練習してたけど最近また練習を始めた。でも全然吹けないんですよ。で、ダメだ。夜に口笛吹いちゃダメみたい。初めて聞いたそんなの。なんで？うるさいから？ならんけど。古い伝え、あなんか新しい靴を夜出しちゃいけんみたいなやつか。初めて聞いたわそれ。初めてじゃないんかな、実は聞いたことあるんかな。でも前半には口笛が不健康関係ないと思ってたかもしれん。夜に爪切っちゃいけん。夜に爪切っちゃいけんのは夜にしか爪切らんけど大丈夫。蛇が来るみたいな。あそうなんや、そりゃ困ったね。蛇が来たら困るね。夜に爪切ったら親が亡くなる瞬間に立ち会え
なくなるという言い伝え。そうなんや。でもそんな親が亡くなる瞬間に立ち会える人の方が少ないくない？そんなことないかな。昔の言い伝えって結構怖いやつ多いよね。なんで靴を出したの？知らないです。親が言ってた。なんでダメなんだっけ？てかいつがダメなのか忘れちゃった。なんか多分なんかトイレで歩けばいいみたいな。よくわからん。昔は暗かったから爪切るのも危険だった。あー、それはありそう。でそれをやっちゃダメだよっていう口実みたいな。よくわからんね。でも多分ママもおばあちゃんとかひいおばあちゃんとかから言われたんだと思うけど。なんでかはよくわからんみたいなこともよくあるよね。しゃっくり100回すると死ぬはめっちゃ信じとった昔。でもそんなこと言われてもさ、もう1回につきさ10回とか出るのにさ、そんなもう3歳とか5歳ぐらいまでにはみんな死にそうって思った瞬間に、あ、そんなわけないなって思った。つつタコありがとう。夜爪切るのは、あ、親より早く死ぬってこと？あ、そういうことだから親の死に目に会えないってことか。ひな人形をずっと出しておくと婚期が遅れる。うわ、それも聞いたことあるわ。なんだやろね、本当に。DJ マスター、誰もありがとう。ユージさん、花束ありがとう。イエイ。紫のだるまかわいい。メガネかけて勉強してたの？いや、ショールームのコメントがよく見えないからメガネをかけました。私家にいるときは基本何もつけずに生活してることが多いんですよ。あの、家から出るときとか理由がなきゃコンタクトとかつけないから。基本は何もつけない。まあなんか見えないことはないんですけど、なんかよく見えないからストレスなので書けました。今日は勉強してません。漢字は書いてる、ちゃんと毎日。
ひらがなとか小学校の漢字って書いてる。今日はメガネデーでした。一緒だね。そう、コンタクトつけてそのまま。確かになんか、ね、寝るの嫌ですよね、コンタクトつけたまま。そう、コンタクトつけてると定期的に目薬ささなきゃいけないのがね、嫌なんですよね。めんどくさい、めんどくさいっていうか嫌だ黒いメガネか。私の一個前のメガネ黒かった。今はなんかおしゃれメガネみたいなのつけてるけど。でもやっぱり外に出るときはつけといた方がいいですね。なんかどんどん目が悪くなっていくごとにさ、見えなくなるものも増えていくじゃないですか。例えばスタバに行ったときに、あの上の方に出てる看板の字が読めないのは普通だと思ってたんですよ列に並んでる時にあの上に出てる看板っていうかメニューが読めないのは普通だと思ってたんですけど、なんかそう見えないっていうのは結構普通だと思ってて、なんかメガネとかかけると見えるからすごい。こうやってあの感動するんですよ。見える、こう見えるのが普通なんやみたいな。なんか目がいい人の目にはこうやって映ってるんだって思うとすごい感動する。あと前歯はすごい乱視が割と入ってるのでめんどくさいんですよね。もっと近視と乱視が入ってた気がする。あのコンタクトは乱視が入るとすごい高くなるんですよ、値段が。コンタクトの値段が高くなるから乱視は入れてないんですけど、メガネは割と結構入ってるみたいです。次コンタクト買うときは乱視入りをおすすめしますって言われたでも乱視の入ってるコンタクト高いんですよ。あとね、コンタクトってなんかライブしてると曇ってくるんですよね。乱視仲間がいっぱいおる乱視仲間がいっぱいおる。なんか最初は乱視も別にそんなにきついわけじゃないけん、まあ十分見えるんだったらなくてもいいと思いますよって言われたんですけど、乱視も成長するみたいですそうライブしてるとねマジでコンタクト曇るんですよ。いやなんかあんまよく見えなくなるね、コンタクトしても。なんなんじゃろ、
乾燥しようかね。めっちゃ目薬とかちゃんとさすんやけど。マツさんありがとう、聞いたありがとう。なんかその後めちゃめちゃパチパチして目潤して、コンタクトしとるとなんか涙が出そうなさ時もあるじゃないですか。例えばなんか誰かの卒業公演とか生誕祭とかで、なんか多分泣く場面でその自分の涙でコンタクトが潤って涙が出ないんですよ。あ、必要な時に乱視かのやつか。確かに使い分ければいいんやね。確かに別になんかレッスンとか学校か分からんけど、そのレッスンとかぐらいでさ、外にちょっと買い物に行くぐらいで別に乱視入ってなくても生きていけるしね。ヤスさんかわいい、ありがとう。メガネの前鉢かわいい、だってやった、イエーイ。だがしかしこのコロナ禍というものでマスクを使う今めっちゃメガネしてると曇るから恥ずかしいんですよね。学校は必要かね。やっぱ乱視入ってる方が見やすいね。なんか今までさコンタクトをせずに生きてきて、なんかもうコンタクトをするとかメガネをすることをあんまりしてこなかった人生なので、なんかこの前久しぶりに一番後ろの席に座ってコンタクトしてないのにあの学校の課題をやる授業だったんですけど、課題を埋めてくれるタイプの教科で、一番後ろに座ったら全然見えんくって結局自力でやるっていう、もうすごい後悔した。曇り止めなんてあるんや。楽天かおもろい。そうだから次の時間にめっちゃ前に移動してやる気ある生徒みたいな、どうぞ。めっちゃびっくりしたんよ。私中学校ぐらいの時もさ、なんか別に一番後ろの席でもまあちょっと見えにくいけど、まあ頑張れば見えるぐらいだったけんさ、なんかその時の感覚で後ろに座ったらさ、なんかあの全然見えんくて、なんかと思ってびっくりしたよね。顔もスタイルもパフォーマンスも全部好きです。ありがとうございます。ひろゆきさんに言われると、あのロンパオのひろゆきさんに褒められてるみたい。それってあなたの感想ですよね、のひろゆきさんに褒められてるみたいです。いや、それってあなたの感想ですよねが名台詞みたいになってるけど、
そう、でもそれからはもう絶対メガネかコンタクトを忘れて いかないことにしたよね。いやでも本物の、本物っていうかこの人も本物のひろゆきさんなんですけど、あの2チャンネルを作ったひろゆきさんは、あのいいと思いますって言うんですよきっと、あの好きですってあんま言ってるイメージないんですよね、なんかいいと思いますとか言ってるそっちの褒め方な気がするな。そういえばこのリップをね最近買ったんですよ私、お小遣いで買いました。こんな赤茶色みたいなリップを買ったんですよ。なんでこのリップを買ったかっていうと、なんかライブの時とかによくつけてたこのリップがもうなくて、もうめっちゃこうやってすくい取りながら使ってたんですけど、もうそれにも限界を感じてしまいましてですね、もう使えないので新しく買ったんですよ。最近はこのリップに、だからこのリップだけだとちょっと明るい時もあるんですよ、まあ、暗いんですけどちょっと明るいなみたいな時があって、なんかこの黒いリップを重ねて塗ってもうちょっと暗くするっていうのにハマってます。でもこれだけだとちょっと濃い、今日はそんなにメイクもしてないのに濃いなと思って、うまってやってました。これはジバンシーのリップです。ジバンシーのリップにメイベリンのリップです。ジバンシーの334、ジバンルージュジバンシー334。でも本当は欲しかったリップはね、なんだっけ、なんか01みたいな、一番のリップは欲しかったような気がする。私初めてジバンシーで お買い物したの、可愛かった。しかもめっちゃ色が濃く出るからちょっとずつしか使わないのがあのいい長持ちします。これかな、これの一番だった気がする。あ、これか、これ欲しかったんですよね本当は。ルージュジバンシーノワールの02番、こんな色。でもこれがなんか売り切れてたんですよ。これにした。だから気持ち黒くしたいときにこうポン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 ってやったらベリーかわいいことに気づいた。大満足。昨日のライブもこれつけてました、まあ、昨日のライブはこれだけだった。明日はこれもつけてみようと思う。
最近はこれもよく使う。これは自分のお兄ちゃんにもらった誕生日プレゼント。これは明るい、明るいピンクレッドみたいな。手に書いたやつ全然なんかちょっと残ってるんですよね。なんで？でもリップもかなり少なくなってきたと思う。断捨離は結構してる。なる。一本どれぐらい持つ？ものによりますね。あ、プルプル。これは RMK。おばあちゃんにお誕生日の時にお小遣いをもらったんですけど。それで買ったので実質おばあちゃんからのプレゼントです。そう、なんかこれはめっちゃマットリップなんですよ。マットリップってどういうことかっていうと、なんかポン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 で色がしっかりつく、めっちゃ色がいっぱいつくってことは、こう伸ばすからちょっとの量で1回に使う量がちょっとなんですけど、このリップとかはなんかすごい保湿リップみたいな、こっちか、これとかもうほぼリップクリームみたいな。リップクリームに色がついたようなやつは1回でつく量がちょっとだから、なんかその分いっぱい使うから早くなくなるみたいな。だしよく使うのからどんどんなくなっていくから、これ毎日使うグロスとかは何のリップにも重ねて塗るから早くなくなるよねみたいなものによるよね。まあでも半年ぐらいは持つと思う。こういう半年とか1年ぐらいは持つんじゃないですかね。まあ毎日同じのを使ってるわけじゃないから分からんけど、コスメとかプレゼントできたクリスマスコフレ、嬉しい。クリスマスコフレ嬉しい。クリスマスコフレはあんまり買ったことない。昔ジル・スチュアートのなんかパジャマコレクションみたいな2017年か8年ぐらいのジル・スチュアートのクリスマスコフレがもうめっちゃ欲しくって、なんかパパとママが買いに行ってくれたみたいなんですけど、なんかすごい店員さんがおしゃべりしてて全然ママたちも分からんくて、どうしたらいいか分からんくて、なんか買うのやめたって言われたんですけど、前は未だに何持ってる。そう、店員さんを店員さんを許さないでずっと言ってた。いつ、もうめっちゃ前ですよ。何年も前の話やけど、もうそれは本当に欲しかったんよ。もうどうしても欲しかったんよそれが。でクリスマスコフレって何かっていうと、やっぱその時のそのシーズンにしか出てこないんですよ。もう二度と販売はされないんですよ、その時期を過ぎると。
だからなんかじゃあ今お金を貯めてそれを買えるのかって言われたら買えないんですよね。そうだから嫌なんですよ限定品、クリスマスコフレって限定品なので、なんかこの先もずっと販売してくれるならいいんだけど、そのもし店員さんたちがおしゃべりしてないでパパとママにこうちょっとでもお話をかけてくれたら私はゲットできていたのにと思ってそう、めっちゃ悔しい未だに欲しいと思う。もうそれからというものね、もう結局なんか色味が好きだったんよ、そのアイシャドウとかの入っとる色がすごい可愛くてそれが欲しかったんですけど、やっぱそれにまあどんどんこう毎年クリスマスコフレが出るんですけど、もうそのセットに勝るものがないんですよだからもう全然買えないみたいな、もう当時欲しかったそのクリスマスコフレより自分が欲しいと思うものじゃないと買わないので、まあ逆に良かったかもしれんよねそういうこともあった。もうこの季節はどんどんまたクリスマスコフレが出てくるから、毎年思い出すよね毎年思い出すよね。そうそう、なんかピンクっぽい、毎年恨まれるそうよ、毎年思い出す。なんか言ったけどやめたって、マジで激怒だよね激怒だったけど、まあでも多分自分がそんなにいい子じゃなかったので多分かそこまでして買う気にならなかったんですよね。だから私も悪いけどお姉さんたちも悪いクリスマスのケースとかも可愛い。そうなんよ、そうなんよ、お兄にお土産でリップもらったことある。おお、いいね。今年は気になるのないの？気になるのな、あんまり見ないようにしてるんですよ、欲しくなるから。クリスマスコフレ2021、なんか7万円ぐらいするディオールのあのカレンダーボックスみたいなのがあるんですよ。あれをね、大人になったらいつか買って一気に開けたいと思うでも今年はなんかディオールのクリスマスコフレが可愛いなって思いました。でもなんかデパートのさ売り場とかに行くとやっぱクリスマスコフレがどんどん出てるから、
もう見えないようにお目当てのものだけを買いに行ったもん。この前このリップを買いに行った時も立ち止まってしまってさ、お姉さんに話しかけられたら終わりだと思ったよ。もう何か気になるものありますかって、なんか気になるものなんかございましたまた声かけてくださいねタイプはいいんですけど、もう何か探しに来られましたかって言われてもくっついてくれるタイプだと、もう本当に買う気がある時はめっちゃありがたいけど、あのまずちょっと見えたい可愛いなって思ってるぐらいで、そのべったりくっつくタイプはやっぱなんか買わなきゃいけないみたいな圧感がすごいあって苦手なんですよね。でなんかかといって、あ可愛いなと思って見てただけなんでって言ったら、可愛いですよねこれってまた言われるからはぁみたいな。他も見てきますねって言う後で来るかも説みたいなのと、あとまた今度来ますね説みたいな押して帰る。あ今日おから持ってきてないんですよねみたいな。そうなんかこうリップ買った時もなんかすごい他の商品もあるんですよって言われた時に、あーもう今日全然お金持ってきてなくてみたいな、じゃあ今度来ますねって言って逃げるみたいな。そうでも本当になんか欲しいものが明確にある時は、もうここのこのリップが欲しいと思ってる時は、すいませんこれ欲しいんですけど、なんか話し込んでちょっと仲良くなったお姉さんとかに、こんなのもあるんですけどって言われたらなんか、はぁみたいな、はぁみたいな感じになるいつも。ね、ちょっとお姉さんたちもさ、もうプロだからさ、めっちゃその商品マジでよく見えるんですよ。その自分には合ってないかなって一見思うような商品もめっちゃ合ってるかのような感じに思えてくる。てか魔法だよねマジで魔法をかけられますもう多分家で使えば多分普通なのに、ここで見るとめっちゃいい商品に見えるんですよ。まあいいんですけど、その商品は多分いいんですけど何なんですよね本当にね。なんかあの家具屋さんで見る家具がそんなに大きく見えないけど、家に持って帰ったらめっちゃでかかったみたいな感覚とよく似てる家具屋さんで見たら、あなんかちっちゃめでちょうどいいねって言って持って帰ったらめっちゃでかかった、あでかかったみたいな感覚に似てます。あられちゃんわかるよ、んちゃー。でも前のメガネの方があられちゃんっぽかった。黒いメガネ、黒くて丸いメガネ。あとね、気持ちを乗せられてしまってこういっぱい買って帰った時にね、お家に帰ってね、まあ、例えばいいけど、あのおっちゃん前あの下地、あのイヴ・サンローランっていうところでファンデーションとか下地とかそういうのを一式買ったんですけど、その肌のベースメイクをね
一式買った時に、まあ、そういうのはいいんですけど、なんか例えばこんなのもいいですよって言われて、あそれもいいですねって言ってこう、まあ、例えば買うとするじゃん。本当はリップだけが欲しかったのに違うものもなんか買って帰ってしまいましたってなった時に、なんかこの1個しかないこの顔でなんでこんなにたくさんのものを買ってしまったんだろうってそういい化粧品でお買い物をしても、でもそれを使ったからといって可愛くなるわけじゃないじゃないですかなんかすごいなんか悲しい気持ちになりますね。だから最近はちゃんともう断るようにねなった。あ、本当に断らないんですよ。うん。何から何まで断れないんですよね。ちゃんと断る術を身につけなきゃダメだなって思った。でもなんかこう唐突な誘いとかにはやっぱ断れない、まだLINE とかだったらちゃんと冷静になってこう高校だからちょっとごめんねみたいな言われるようになってきたけど、なんか突発的にこれしてください、あ、うんうん、わかった、いいよー言ってしまうんですよね。まだ断りきれないから、ちゃんと断るって大変難しいですよね。この前学校の授業もなんか断っていきましょうみたいな、もう自分にすごい言われてるみたいで大変だった。どうあなたはどういう時に断りにくいですかって言われた時に、ん、全部って、ん、全部かなみたいな。でもなんか断ることイコールダメなことじゃないみたいな、断ったからといってそれであなたを嫌いになる人はもうそこまでの人だしみたいなのを見た時に、あ、なるほどなって思ったけど、なんか人に嫌われたくない主義なので、あの好かれてもないのに嫌われたくない主義の人なので、なんか友達こそ断れないんですよね。知らない人からのは結構断れるんですけど、友達とかちょっと仲良し系の子は断れない。疲れてもないのに嫌われたくない主義なので、だから八方美人って言われるんですよね。唐突な結婚してくださいよく断ってる気がするそれいけるやろ、唐突に告白されたら。なんか知らない人からだったら多分ちゃんと断れる。あの中学校の時に一回告白されたことがあるんですけど、なんか手紙をもらって告白されたんですけど、あの私断れないじゃないですか。でもなんか断らないけど断らなきゃいけないじゃないですか。なんで無視しました。何事もなかったかのように卒業した。でも多分それが一番相手を苦しめる
っていうのも知ってるんですけど、でも本当に断れないんです。だから困ってるんよ、こっちも断れなくて。いや逆に、いやでも多分あれですよね、いやそうなんで、いやでも私がでも STU であることをしていて告白するってわけが分からん。だってそれ別にあれですけど、その隣の席のね男の子だった気がする。でも私も断れないんですよ本当に、あのごめんねって言いたくないんですよね。手紙には何て書いてあった、え忘れちゃった、忘れました。忘れちゃった何て書いてあったっけ、全然覚えてないけど、でも本当にあの あれです、本当に何事もなかったかのように過ごしました。一番かわいそうだなと思った後から。一番かわいそうだなって思ったけど、まあしょうがないですよね、昔の話なんで。ごめんね、見てるかな、見てないか見てないか、それは見てないよね。そう、いや私の、 あの同級生の人とか地元の友達めっちゃ見てるんですよねショールーム。誰か見てるかな今その初ラブレター、その後どうなった。いや初ラブレターじゃないんですよ、私は小学生の時モテてましたから嘘です、あのもらったことはあるんですけど、全部あの小学校の時からも含めてもらったラブレター的なものは全部なかったことにして普通に過ごしてた。かわいそうですよね本当に相手が全部する。なんでかっていうと断れないんですよ。だからえどうしてたんだろう、なんかごめんねって言った方がその相手の人もさなんか区切りをつけてさそのこう方向転換できるのにさ、一番いけないですよねそういうの。なんかその断ったことでさなんかその相手とのさなんか距離を
が離れるのがすごい嫌なんですよ。そう、嫌われたくないからこれからもずっと友達ではいたいじゃないですか。今までと変わらない距離感に戻れるならごめんねって言うけどね。でももう高校にもなるとね、告白なんてされないですよ。ファンの人が好き好きって言ってくれるからモテ期、一番モテ期やけど、意外とリアルでは一番モテてない付き合いたくないけど好きでいてほしい的な、いや好きでいてほしくはないんですけど、友達ではいてほしい。ずっと今までと全く同じ距離感の友達ではいたいの。でも無視した方が気まずいじゃんバカなんですよねそう、でもちゃんと断ったこともあるよ。ちゃんと断ったけど、本当にその出来事が何にもなかったかのように過ごせるんですよ私は。なんか昔はなんかすごい陽キャだったんですよ。だから小学生ではすごく単純じゃないですか。足が速い子が好きとか、スポーツができる子が好きとか、明るい女の子が好きみたいな、なんかそういう単純だから、なんかモテてた時もあったけど、なんか本当に私がそういうのに興味がなかったんですよだからごめんねみたいな。なんかあんまり、ね、昔からね、なんか男子とは遊びたくないみたいなタイプの女子じゃなくて、なんか別に男子も女子も関係なくみんなで遊べばよくねみたいなタイプだったから、なんか自分はそういうなんか男子だとかってさ見てなかったから、その男の人のことをそういう風に思われているのかって思ったらちょっとショックだったかわいそう。告白して付き合うなんてあるのか。私はない。普通の人はあると思うけど、なんでショックなの。なんかいやショックじゃない、嬉しいけど嬉しいけど、好きで言ってくれることは嬉しいよ。そのマイナスよりはプラスの方の感情の方が嬉しいから。でもなんか普通に友達、めっちゃ自分勝手な自分勝手な思考回路、成り行きで大体付き合う。何、そっちの方が珍しいんじゃない。いやでも嘘かな、わかんない。私は周りの地元民の恋愛の話しか聞いたことないからわからんけど、友達でいられるならよ、ほんまにそれよ。まあ、でも嬉しいのは嬉しいですよね。それは自分のこと好きって言ってくれる人は嫌いなわけはないよ。好きですけど、ひやん、難しいわ。ショールームで恋愛話、恋話する日が来ると思わんかった。オタクでも、いやーどうだろう、わかんない。なんか
微妙。いや嬉しいですけど、そもそも自分にそういう感情を抱いてる人がいないと思ってるからわからないって話。男女間の友情はないと思う派です。自分はあると思う。でもあれじゃないですか、あの女性と男性がいて、まあ、どっちかの片思いはあるかもしれないね、確かに。でもその男性が女性じゃなくて男性を好きな人だったとしたら、そこの友情は成立しますよね。だからなんか特別な、特別っていうか、こう恋愛対象が異性同士ではない場合は男女の友情は成立すると思う、私は。まあそういう人もいますからね。全く男性だけど女性に全く興味ない人もいるじゃないですか。そういう人だったら全然成立はすると思う。ただやっぱ両方が異性に対しての恋愛感情を持ってたらしないかもしれない。しないかもしれない。でも確かにあれですよね、気持ちは多少なりとも抑える場面は出てくるかもしれないよね、もしかしたら。人間ってよくわからない。人間ってよくわからない。まあ確かに嫌いな人とは友達にならないしね、そもそも。自分の気持ちすらよく分からんから。いや確かに自分のこと分かってない人多すぎだよね。私も自分のことよく分かってないけど、自分より人のことを大切にしようとする人が多いんよ。それがいい人なのかどうかは分からんけど。自分のことをよく分かるってどういうことか一体分かってないよね。あなたの一番好きな食べ物は何ですかって言われて、うんってなるもんね。まあちょっとあれだけど、なんかあなたの長所短所を教えてくださいって言われて、長所も短所も、長所がパッて出てくる人ってあんまいないと思う、私。なんかあれよ、建前的な、さっさと就職活動するときにさ、自分は明るいですとかさ、人と仲良くなることができますとかはちょっと省いて、
本当に自分のいいところってどこだろうって分かんないよね。私なんだろうな、自分の長所ってどこだろう。自分の長所はどこですか。皆さんの、皆さんが思う皆さんの長所、私はと自分のいいところは他人のことを考えられるところかな。でもそこしかないと思う、逆にないない。お題にしないでね一番難しい、多分お題ゼロできる、できるかな。でもさ、何事もさ、よく言えばと悪く言えばっていう言葉があるようにさ、悪く言えば八方美人なんですよね。自分の短所を長所にできるってことよ。自分の短所は行動に移せないところだとするじゃないですか。そしたらそれをもう逆にいいところにしてしまうと、じっくり考えて慎重に行動ができるところじゃないですかそのよく言えばよとか、あの継続できないってなると、その分いろんなことに挑戦できるっていう長所に変えられるじゃないですか。で、客観視してみればそうだけど、自分がいつそうかって言われるとそういうわけじゃないじゃないですかやっぱでも全部をやっぱ長所に変えるように言っていかなきゃ、あのいい未来は作れないと思う急に言うけど、やっぱ悪いことばっかりこう考えとっても良くないじゃないですか。あの前吐きを始まるけど、あの本当にあの自分が、自分さえ我慢すればいいとか、自分は別になんか自分は別にいいって思ってるのも別にその人の勝手だからいいんですけど、やっぱそうやって我慢したところでそれに気づいてくれる人なんて人生にいるかいないかぐらいじゃないですか結局自分は自分で守るしかないんで、やっぱせっかく同じ、まあ、寿命が80歳だとして、せっかく0歳からこう80歳と同じ年月を過ごしていくなら、やっぱいいこうハッピーな生き方の方がいいですもんねっていうことで、皆さんはポジティブに生きてください。頑張って、頑張ってくださいね。応援してます。皆さんの人生がより良いものとなるように頑張って。はい、あの応援してますよ。壺買いますか壺買いますか。死ぬ。今日はポジティブ期ですか。全然ポジティブじゃない。あ、ポジティブな時はそういうことあんま言わないですね。私あの
自分がネガティブな時にそうやって言って自分に言い聞かせるタイプなんで、あのパーカー買えないんで、もう申し訳ないけど申し訳ないけどもパーカー買えないので、すいませんね。なんかでお話し会もほんで買えないんですよ。もう今日何の宣伝をしてんのって話だけど、今日は特に宣伝はない。今ネガティブなのか、今あんまポジティブな時がそもそもない。ポジティブな時ってあります？逆に私ないんですけど、基本ずっとネガティブやね。あ昔超ポジティブ人間だった、スーパーポジティブ人間だった。いつからこんなことになってしまったんやろうかって自分でも思う。生誕って生きてポジティブになりますね。なりましょう。ポジティブな前歯とかあまり思い出す死ぬ。あのポジティブっぽいことは言える、あのね、全然深くないことを深いように言えるんですよ。天才なんですね。口はうまいんですよ。口だけは達者なんです、昔から。そう ST 入ってから、うん、そうですね、 STU に関わり始めてからすっごいなんか曲がった。なんかインターネットってすごい力を持ってるんだなっていうのも思った。ショールームのオーディション期間の時に初めて人生でいう挫折みたいなのを味わって、そっからあ自分って可愛くないんだっていうことに気づいたよ。私昔本当に自分のことめっちゃ可愛いと思ってたんですけど、本当自分って可愛くないんだっていうことに気づき、もう本当にね、本当にあの前歯って集計恐怖症だよねみたいな言われるぐらいやばーと思う。自分の顔をどうしても好きになれないくなってしまった。でも親からもらった顔だから好きですけど、親とかといる時は、親といる時は顔のことをあまり気にせず生きれるけど、やっぱそれ以外はもう顔のことを一生気にしながら生きてる。可愛いよ、ありがとう。よしさ、ウッキーありがとう。ケマさん可愛い、ありがとう。ツツさんは可愛い、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。お話し会の時とかも気になる。え、めっちゃ気になるよ。だから私昔ツーショット会とかがあって、それをSNS に出されるのがすごい嫌いだったんですよ。今は別にあれだけど、なんかね、もう鏡を見たくないみたいな。化粧したところでどうなるみたいな、諦めとる。もうでもセンスゼロさん可愛い、ありがとう。アイさん可愛い、ありがとう。なんかそれに加えてさらに最近は肌荒れもひどいからね、もっと自分がキモいよね。キショとかまで本当に自分に向かってキショいなとか言う。全然まあいいんですけども、今もコンプレックスあるの？今コンプレックスしかないやろ逆に。でももうね、なんか化粧を頑張ったところで、うん、どうにもならんっていうことに気づき、最近太ったね。そういえば顔がめっちゃ丸いんやけど、どうしようと思って。多分むくみもある。もうダメだ。まあでも家族の前だとなん中顔しとっても特に何も思わんぐらい。
あのリハーサルとか、の時ってすっぴんなんですけど、もう本当に地獄。なんかじゃあ化粧しとけばいいんかって言われると、そういうことではない。あの化粧しても加工しても、あの諦めとるもう。でもなんかあんまり自分のことを可愛くないって思うってことは、自分のことを可愛いって思ってくれとる人に対してすごい失礼な行為に当たるじゃないですか。なので、あの自分は可愛いっていうか、自分のいいところを見つけていこうと思って頑張って研究した結果、唇の形はまあまあいいことに気づいた。唇はまあまあいい形してるってことに気づいたので、まあ、今後も唇あのショールームに映る自分の顔もすぐ見たくないぐらい、見たくないっていうか、ちょっとキモいよね。すごい嫌なんですよね。まあでもまあ別にもういいかと思って、なんか ライブに来てくれた人とかが一生懸命なパフォーマンスをしてるところに惹かれましたって、この前も言ってくれた人いたけど、そういうのはすごい嬉しいよね。キャンマンさん可愛い、ありがとう。いやまあいいんですけど、別にもう顔は別にもういいんですけど、うん、まあいいやと思って。あれですね、なんか結構メールにさ弱音を吐いてもいいんだよみたいなこと言ってくれる人が多いんですけど、あの弱音の吐き方がよくわからないんですよね。弱音の吐き方がほんまによくわからん。なんかメンバーのみんなは弱音をメールに書いているのかな。人によるか、どうなんだ。もっと自信持ってはいいか。ありがとうございます。思ったとおりそのままぶつけたらいいと思うけど、なんかメール止まりそうそれ。書いてる子は結構いる。ああそっか、ありがとう DD カニカマさん。 DD マサさんじゃなくて DD カニカマさんとか言って、人の名前勝手に使うなってごめんなさい。最近カニカマさんいじるの好きなんですよね。前端か、ありがとう。あ、前端しか撮ってない。ありがとう。ありがとう。書いてみたら。私親にも弱音を吐かないんですよ。あ、親に相談とかしないんですよ。昔からなんか親の前で涙を見せない系女子なんですよ。だからね、本当に分からんのよ。もうでもびっくりされる、親に相談とかせんって言ったらびっくりされる。って言われます。誰に相談するの。相談とかしないですね。相談しないですよ。
たった止められた止められたで、ね、いやなんか恥ずかしいじゃん、私本当にメールを止められるのが一番嫌いなんですよ。いやそんなことはないけど、なんか嫌じゃない、なんかちょっと安全策を行きたいタイプ。でも確かに書いてみようかな。でもなんて書いたらいいか分からん。そうやね、なんか 寝れば多少収まる。たったった。でも多分誰にも言わない癖がついてるから、多分前派のメール薄っぺらいんですよね。自分の気持ちをあんまり外に出さないタイプだから。ショールームはさ喋るからさ、あの割と言うたりするけど、しかもメールで書くのはありか。どうやって書いていいか分からん。でもまあうち両親がメール取ってるから恥ずかしいよね、なんかちょっと。難しいわ。結局親に行くね。そう。でもなんか何に悩んどるか分からんのよ自分が。あのすっごい嫌な気持ちになる時はある、よくあるけど。何にそんなにその感情を抱いてるかが分からんのですよ。難しいわ。あんま話を聞いてほしいとは思ってないんですよね。なんかどっちかって言ったら解決策の方って思うけど。結局親に伝わるって言うね。だけなんか何をどうやって書いたらいいか分からんのよね。みちに聞いてもらったら、やだー。人に言うのが本当に苦手なんですよね。なんで素直じゃないんでしょうねきっと。素直じゃないんですよ。ミヒや福ちゃんとそういう話するの。いやしないことはないけど、なんか人に話せるレベルのことは言うけど、ひねくれたよね多分。そうじゃない。でも昔からそうなんですよね、なんか親の前で泣かないみたいな。一回パパに言われたことがある、本当に親の前で泣かないよね前派って。確かにとか思って。だから前派人と映画行ったら泣かないんですよ。すごくない？クーカちゃんとした熱い話はそんなないよ。ああ、クーカちゃんとは割と話してたかも。人に話せるぐらいの内容を。なんか人に合わせる私。あのクーカちゃんは割と自分と似てるタイプだから割と言うけど。いつ泣くの？今でしょ。あ、出た。タッ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 タ。うん、クーカちゃんはねすごく似てると思う。思ってることが多分似てる。でも自分は何か人に言うよりは人の話を聞いてる方が好きです。
あの私本当に相手が幸せになってくれることが何よりの幸せなんですよ。あの本当にあのマジでなんか超お人よしなんですよ多分。だからなんか例えばくうかちゃんとかが悩んでたりすると、くうかちゃんが幸せになってくれたら私も幸せみたいな。だからめっちゃ言う、くうかちゃんに、くうかちゃんは幸せになってめっちゃ言う。映画見に行って2人泣けるじゃない、え絶対嫌だ。もう本当にね人前で泣くのが好きじゃないんですよね。だから生誕祭とかでは泣けるけど、なんか辛いって泣くのが本当に好きじゃない。ファンが幸せそうならマイハも幸せ、え幸せマジで本当に幸せ。みゆみゆぐらいかな、割と一番よく言うかも。言ってたかも。ファンの人がねなんか楽しそうにツイッターとかで会話してるのとか見るとこっちがニヤニヤしとる。意見なんかファンの人が前破壊みたいなしたら嬉しいですかって言われて、嬉しいって言ったら前破壊ができたけど、なんかそういうのとか見ると超ニヤニヤする。オタが病んでたらな話しに来ればいいのにって思う。なんかオタの前派オタの人が悲しんでる姿とかを見るのがすごい嫌だ。でもなんか私の文句を言ってくれる分には全然なんかごめんってなるけど、あの普通に病んでる分には言ってくれればいいのにって思います。もうどんな重いのでもいいから、軽いのでも重いのでもいいから言ってくれればいいのにって思う。でも私なんか割とショールームやってばっかりだから、やでさん慰めてください。え全然慰めるよ、いつでもおいで。そっくりそのままお返しします。言ってくれればいいのに。そうですか。ということで終わるんですけど、今日は11月最後の日の、どういう終わり方、今日は11月最後の日ということで、明日から12月なのでね、皆さんあと1ヶ月2021年あと1ヶ月なので、やりたいことはやって、やり残したことがないように2021年を大切に一日一日過ごしていただければというふうに思います。はい、で明日は朝配信です。きっと調子が良ければ夜もやります。まあでも私のことなんで期待はしない方がいいと思いました。あ今日で21歳になりました、おめでとう。つっつーハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアつっつー、席いないよねって思ってた。ハッピーバースデートゥーユー。あの急にぶっこんでくるのやめろよって感じですね。おめでとうございます。明日朝配信7時30分からです。モモさんパチパチありがとう。あのもしめっちゃ早く起きれた場合のみ早めに始めるかもしれない、まあないと思いますけど。かっちゃんウッキーありがとう。ということで終わりたいと思います。皆さん今日もお疲れ様でした、マジで。ランキングを読みます。13位文吉さんありがとう。12位湘南のすらさん楽しい配信ありがとう。こちらこそありがとう。
ジュッチダイナソーありがとう、ジュイヒサシありがとう、ケイマーシーさん久々にメガネ前はめた気がする、メガネしてる姿も素敵よ、ありがとう。えマハチティータン今日も可愛い、12月もよろしくです、配信ありがとう、こちらこそありがとう。七位アクくん、夜配信ありがとう、何でもみちに相談してね、でみつきちゃん聞いてオッケー、ねえねえみつきちゃん聞いてでいきます、じゃあこれから、はい、ありがとうございます。六位マハチのマーク、夜配信ありがとう、バイト前は両思いでラブラブなので、明日はデートで一緒にドリミネーション見に行こうね、ちょっと明日は無理ごめん断りました、でも他人だから断ってるわけじゃないです、明日はちょっと無理です。5位ビッグエブさんありがとう、4位ユウさんありがとう、3位デイレイマスさんありがとう、2位電動さんありがとう、セセダイチはモーモさんありがとう、断れました。いやなんかこれはなんかノリだと思った時断られるわ、多分メンバーから、ちょ明日ドリミネーション行こうって言ったら、あいいよ言うし、言うんかーいじゃあまた明日会いましょう、皆さん今日も一日お疲れーしょー、あの明日も頑張ろうね、11月みんなありがとう、12月もメール続行で撮ってください、12月はちゃんとなんかちゃんと書けるように頑張っていきますって言い始めてもう3年ぐらい経ちましたけど、来月こそは頑張りたいと思います。ちゃんと自分の思いの丈をかけるメールに頑張りたいと思います。じゃあおやすみなさい。せーの、バイチャー。